衆議院議員の葛飾明宏です。本当に怒りに震えております。今日の強行採決、今までたくさん強行採決をされてきましたが、今までとは違う、本当にこの強行採決はこの国を危機に引き寄せる大変な強行採決であったというように私は思っております。世界の政治の歴史は、権力者が市民の自由を権利を束縛してきた、その権利を拡大をしていく、自由を取り戻す、そういう戦いで民主主義が出来上がっていったわけであります。しかし今日本はどうでしょうか。法の支配を壊し、安倍晋三という一人の人の支配に切り替えようとしている。国民の自由を奪い、情報を隠し、国会で平気に嘘をつく、そんな民主国家は見たことがありません。まさに今日本の国の民主政治の危機なんです。ぜひ皆さん、それだけ重い共謀罪であるということを一緒に認識をしていただきたいと思います。ぜひ皆さん、今回のこの強行採決、断じて許すわけにはいきません。参議院でこれから審議が行われるわけでありますが、審議の前にまず森友問題、賭け問題、明らかにしようじゃありませんか。それなくして共謀罪の審議など入れるはずはありません。そして国会でまともに答弁ができない金田大臣、やめてもらおうじゃないでしょうか。ちゃんと国民に説明のできる大臣を揃えてからもう一回立ち直せ、皆さんも思っていると思います。何としてもこの法案、みんなで廃案に持ち込もうではありませんか。参議院の皆さんと共にこれからも頑張ってまいりますことをお約束をしまして、連帯の挨拶とさせていただきます。民進党、これからも頑張ります。お名前をお進みください。